さて、ただいま安藤チェアマンからのお話にもありました、今年の映画祭フェスティバルアンバサダーをご紹介させていただきます。第33回東京国際映画祭フェスティバルアンバサダーは、昨年のアジアフィルムアワードにおきまして、孤狼の血で最優秀主演男優賞を受賞し、今や日本だけではなくアジアの映画界を代表すると言っても過言ではないこの方、役所広司さんです。本日はご本人にお越しいただきました。どうぞ皆様拍手でお迎えください。どうぞお入りください。どうぞよろしくお願いいたします。これから短い時間ではございますが、少しお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんかその祭りとつくものが大々的にできることになったっていうことが、なんかすごく喜びでもあるんですが、いかがですか役所さん。そうですね、まあ、形はちょっと変わったんでしょうけれども、やっぱり映画を通して本当にいろんな人にこう勇気とか力を与えられるための映画祭ですから、やっぱり、ここでなんとか盛り上げていきたいなと思います。映画祭何回もいろいろなところで参加されていらっしゃると思いますけれども、この東京国際映画祭という映画祭はどんな映画祭、どんな特色がある、役所さんにとってはどんな映画祭ですか。そうですね、やっぱり今までもう何度もこの映画祭に参加させていただいて、本当に素晴らしい賞もいただきましたし、やっぱ育ててもらった、役者として育ててもらった映画祭というふうに自分では思ってますね。今回このコロナ禍において、ご自身のお仕事に対する考え方ですとか、映画と向き合う考え方、心構え、感じ方みたいなものが何か変化した部分っていうのはありますか。そうですね、まあ実際僕が今年やろうとしていた作品はほとんど、中断したり、中止になって、来年に延期になりましたけども、まあそれはそのコロナ禍ということで、その決断も本当に大変だったでしょうけど、正しかったと思ってます。この映画というのは、こういう何かすごい事件とか、いろんなことが激変したときに、次にこれを乗り越えたときに素晴らしい作品が生まれてくるもんだと思ってますので、で、まあ、実際その撮影現場っていうのはまだまだいろんな苦労はあると思いますけども、でもこのスタッフキャストたちはこの苦難を乗り越えて力強く復活しようと今頑張っているところだと思います。役所さんご自身はどういうふうに時間を過ごされていらっしゃるんですか。僕はですね、かなり身の回りの断捨離とか掃除とか、かなりやりましたね。こういうことが僕は好きなんだなっていうのを発見がありました。何かを近くお散歩されるとか、体力作りに何か励まれるとか。ああ、そうですね、やっぱりこの機会にやっぱりこう改めてこの自分の老いていく肉体に抵抗するために少しちょっと立て直そうかなというふうな気で運動とかなんか始めましたね。でもこのコロナ禍という誰も想像もしていなかったような状況になった時に、映画館に行こうのキャンペーンでもアンバサダーという役を引き受けられて、やっぱりその映画人として何かを発信しなければというその心意気というかお気持ちをすごく感じたんですけど、ご本人はどんな思いがあったんでしょうか。まあ、自分の職場ですし、その一緒に作ってきた、仲間がスタッフキャスト含めていっぱいいますし、やっぱりこう大変なんですよね。やっぱりこう生活をしていかなきゃいけないですし、その中で自分たち俳優が何をできるかっていうことはやっぱり断捨離しながらいろいろ考えましたね。やっぱりこういう機会にもうこの東京国際映画祭のそのフェスティバルアンバサダーっていうのお話をいただいた時も、例年はとっても若くて美しい女優さんがやってたのに、なんで今年は俺なんだろうとちょっと躊躇しましたけども、ちょっとでもこの映画界の活性化のために役に立つことがあればと思って今回
こういう華やかな場所に立たせてもらってるんですけど、とても素敵です本当に今回東京国際映画祭はその映画を映画館で見るという楽しみ、チェアマンのお話にもありましたけれども、みんなで分かち合うというその時間と空間ということを楽しんでいただきたいというお気持ちがあるそうですが、映画館で見る映画やっぱり違いますか？役者さんにとってはどうでしょうか？いやこれはもう違うんですよね。確かにこのコロナ禍でそのステイホームで家にいるときはその映像配信の映画とかなんかを楽しまれた映画ファンの人もいっぱいいると思いますけども、確かにそれはもう便利で自分の好きな時に見れる良さってのはあるんですけど、やはりその映画館に行って暗闇になる瞬間っていうのはドキドキするのと、これ大きなスクリーンと、やっぱりこう包まれるような音響ですよね。あれはもう本当やっぱテレビでは体験できないことで、あとはその劇場内のその観客同士のいい映画を見た時の一体感っていうのは、これはもう映画館でしか経験できないことだと思ってます。だから僕も結構その家で、DVD 見たりなんかするんですけども、映画館に行った時にはあやっぱり来てよかったな、やっぱり違うなっていうのは実感するんで、そういうものだと思います映画は。これを機会にぜひ映画館で映画を見るという楽しみをもう一度体で味わっていただけるような、そうですね、やっぱりテレビ一度テレビで見た映画でも映画館で見るとまた違う作品としてこう経験できるような気がします。また新たな作品、新たな監督、スタッフ、そして俳優たちとの出会いがこの映画祭にはたくさん詰まっていると思いますので、そうですね、それは本当いろんな国の映画人との交流というのは映画祭の一つの役割だと思います。まだまだお話伺っていきたいんですが、お時間が来てしまいました。後ほど質疑応答のお時間も取ってございますので、またお話を伺わせていただければと思います。フェスティバルアンバサダーでいらっしゃいます役所広司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。